2017年も間もなく終わり、皆さんにとって今年はどんな1年でしたか？今回のこんにちは区長ですでは、隅田の1年を振り返ります。墨田区の産業支援の一つとして2010年からスタートした墨田地域ブランド戦略、その一環として行われているのが墨田モダン認証事業です。墨田モダンに認証されました。新しくある、懐かしくあるをコンセプトに、ものづくりの街墨田らしい商品や飲食店メニューを認証するこの事業、今年も墨田の魅力あふれる21品目が認証されました。ものづくりに込める思いとか、また産業支援のための新たな施設として今年開設されたのが墨田ビジネスサポートセンター。区内の事業者を対象に経営アドバイスや事業の承継などを支援する新たな取り組みがスタートしました。ワンストップでの相談体制を実現しています。区民の健康づくりに役立てていこうと作成されたのがこちらのウォーキングマップ。マップで紹介されている7つのウォーキングコースは区民の方などが提案、地元の方ならではの名所や名店、観光スポットなどの情報が掲載されていて、楽しみながら健康づくりのウォーキングができるマップとなっています。改修造を過ぎて墨田公園沿いを歩き、ゴールの桜橋に到着。また隅田川沿いのウォーキングやランニングの拠点にぴったりの新スポット、アシックスコネクション東京も潤い広場にオープンしました。より快適に楽しんでもらえるような施設になっています。皆さんこちらの区では Facebook や Twitter、Instagram などの SNS を使った情報発信を行ってきましたが、今年もまた新たな取り組みがスタート。20代から30代の方々やファミリー層をメインターゲットにしたこちらの好きだから墨だから、通称好き墨、このサイトでは地域イベントやサークルの仲間募集などのさまざまな情報を自由に投稿できます。区民の皆さん自身が墨田の魅力の発信者になれるサイトです。そして区の魅力の発信といえば、今年誕生したのが9人の墨田子ども PR 大使です。子どもならではの視点で墨田区の魅力を子どもの視点で伝えようと PR 動画の制作などに取り組んでくれました。また墨田祭りではテレビ中継にも出演、墨田区を PR してくれました。今年墨田区は区政施行70周年の年、9月2日に行われた記念式典では、区の発展に貢献していただいた区民の皆さんへ感謝状を贈呈。新日本フィルハーモニー交響楽団の演奏や記念映像の上映などで節目の年を祝いました。また式典では東京オリンピック・パラリンピック競技大会に向けた地域競技会の発足式も行われました。2020年の大会に向け、オール墨田で地域を盛り上げる取り組みが本格始動しました。人つながる墨田区がキャッチフレーズの墨田区、そんな墨田で人と人が支え合いながらさまざまな夢を実現させていこうという取り組みが墨田の夢応援助成事業です。この事業は地域力向上や区の魅力発信につながるプロジェクトやイベントなどをふるさと納税の仕組みを活用しながらそれを実現させていこうというもの。ちなみに今年度は江戸野菜寺島ナスの栽培を復活させる多文字交流農園プロジェクトや、江戸情緒が残る墨田の町らしいハロウィンイベントを企画した団体などが助成対象になりました。さらに今年は区外の方々に墨田の魅力を発信していこうと、友好都市で開催されるイベントや大学の学園祭などへ区の PR ブースの出展を行いました。中でも友好都市の長野県小布施町と行ったイベント北斎ジャーニーでは、墨田区から小布施町までの道のりにある葛飾北斎ゆかりの地を SNS で発信、多くの方々に区と北斎の魅力を伝えることができました。昭和52年に姉妹区提携を結んだ
墨田区と台東区。今年の姉妹区提携40周年を機に観光分野における連携協定を結びました。両区長は今後さらなる連携協働を図りながら墨田、台東、両区の観光事業の PR を進めていくことを宣言しました。取り組んでまいりたい。両区の特性を生かすことで相乗効果をもたらし、開館から1年を迎えた墨田北斎美術館。これまでに計6回の企画展を開催。日本のみならず海外からの注目も高く、4月には入館者数20万人を突破。墨田区の文化発信と観光の新たな名所となりました。以上、今年1年の主な区の出来事をまとめてご紹介しました。来年平成30年はこれまで以上に暮らし続けたい町、働き続けたい町、訪れたい町の実現に向けた実効性の高い取り組みを行っていきます。来年も墨田の夢実現に向けた取り組みにどうぞご期待ください。